関市のホラド地区では昼夜の寒暖差がある環境を利用してキウイフルーツの栽培が行われています。高山博和さんの果樹園では鈴なりに実った茶色い実を一つ一つ丁寧に手作業で収穫しています。収穫されたキウイフルーツは JA 恵みのの選果場に運ばれ、重さや大きさごとに選別されていきます。収穫したばかりのキウイフルーツは酸味が強いため、エチレンガスを入れた部屋で熟成させてから出荷します。この酸味と甘さのバランスがまた絶妙な状況になってございますので、そこら辺をご賞味いただければ。今年は例年並みの35万個の出荷が見込まれているということです。